やっぱりその家で作れそうで作れないものだったりとか、例えば照り焼きチキンにしてを作ろうってなった時にちょっとあの角度を変えてみて、まあ、違ううちのスタイルの照り焼きチキンにしたりとか、うん、あのこだわってるのは他では食べれないもの、あとシアトルで、まあ、あのあそこ面白いよねって言われるような、そうですね、メニュー作りを一応心がけてはいます。こだわってるというか、やっぱりお店で食べても家で食べてもやっぱ美味しいもので、あの最初の頃はやっぱお弁当とかテイクアウトも素人だったんですけど、やっていくうちにやっぱ盛り付けとか家で蓋を開けた時にわってなるように今盛り付けこだわってますね。もうそうですね、安全管理に関してはお客さんだけじゃなくて自分のスタッフも守らなきゃいけないので、うん、サニタイザーだったりとか温度チェック、まあ、体温チェックとか、まあ、あとマスクを着用する、うん、お客さんが帰ったら完全に拭き、テーブル椅子を拭く、まあ、そうですね、基本的なことですかね、うん、特に特別なことはやってないですけども、それをやっぱ徹底するのが、まあ、それしかないんで、やっぱり目の前のにお客さんがいて食べてる顔とか、うん、喜んでる顔見れるのがやっぱ一番の居酒屋の、まあ、オープンキッチンの醍醐味なんで、だからピックアップを、押しててやっぱお客さんの顔も見たいし、うん、まあ、コロナのおかげで新しいことに挑戦できたし、知らなかったこといっぱい勉強できたんで、まあ、失うもの大きかったですけど、会社としては変な話成長できたのかな。やっぱり一番大きいのはやっぱ自分たちが作ったものをそのやっぱ今だと出先だったりとか、そのやっぱその家庭食卓に並ぶでどうしてもやっぱ僕たちが見えないので、その少しでもそのキッチンの臨場感だったりとか、やっぱそういうのを伝えたいなと思って、まあ、SNS 中心になってるんですけど、まあ、そういった形で僕たちがやってることでキッチンの中でこういうのがこういう形で料理やってますっていうのを、伝える、でその伝えたものをお客さんにこう発信していく形で、毎日やってます。今、朝11時から、夜9時まで、週7日間、営業してます。ぜひ、皆さんのご来店お待ちしてます。